というわけでやってみました。沖田ひろむのラブラブラジオ第29回ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。春、満開ということで、とってもね暖かい日が続いておりますが、汗ばむ陽気、ちょっと初夏の感じになってきましたね。最近までちょっとコートとか、上着を着てたんだけど、そんなもいらずに、カーディガンさらっとね、まあカーディガンとか T シャツ1枚で過ごせそうな感じでございますけども、もうねこれからもう、桜のシーズンなんかはもう終わって、これから連休がねこれから、来ますけども、ゴールデンウィークね、ゴールデンウィーク皆さんどこに行くんでしょうか。あれなんでしょう、まあ家族連れの方もいらっしゃるでしょうし、ね恋人と、どこか行く方もいらっしゃるでしょうし、ね、まあなんだろうな、友達同士でどっか行く人もいるだろうし、いろんな楽しみ方があると思うんだけども、多分ねそのまあ、帰省する人もいると思うんだよね。だから道がだいぶ混みますんで、余裕持って、行き帰りは、してもらいたいなと思います。特に高速なんかだいぶ混むと思います。で余裕を、ね見越して、行動するようにしていただきたいと思いますね。まあ、相変わらずあのねディズニーランドとかシーとかね、あの混むんだろうな。俺ああいうとこちょっとな、あの人混みがあんま好きじゃないからさ、どうしても彼女が行きたいってなったら行くけどね。まあいないけどね。でもなんかさ、どうせだったらさ行くとしたら、まあ彼女とかねもしいたら行くとしたら、まあ水族館とかなんだろう、あと静かなさ美術館とかさ、なんか静かなとこがいいね。まあでもとは言ってもやっぱりデートするんだったら横浜とかさ海のあるとこがいいな。海があってさ、あのご飯が美味しくてさ、なんかのんびりできるとこがいい。あんまりさ並んでさ何回乗ったりとかさ、そあんまそこちょっとねもうジジイなのかね、なんかあんまりさはしゃいでできない。でも実際多分ねディズニーランドとか行ったら楽しいんだろうと思うんだけど、前の会社でさ女の子たちがさ、若い女の子あの従業員たちがいて、前の会社ね昔のね、でなんか朝起きてバスで行ってね、まあ、福島の時なんだけど、福島からねバスで、ディズニーランド行って、で夜帰ってくるっていうパターンで行ったらしいんだけど、まあそれは行く前は楽しみなんだろうな。でも帰ってきた時の顔見たらね、もうなんかもういいって、もう本当忙しいんだって。だからああいうのは泊まりでねゆっくり、まあもし遠くから行く場合はね泊まりで行くからちょっとゆっくり楽しめるわけであって、もう日帰りで行ったら大変ですよ。それはもう短時間でパパーってこういろんな見るもの見て乗るもの乗ってやんなきゃならないからね。だからちょっと余裕を持ってこう、まあこういう休みの期間にねゆっくり、もうお金もねちょっと貯めといてね、こういう時のためにね。であのディズニーのホテルってあるじゃん、あれなんかね、あでも泊まって、俺もなんか修学旅行の時、中学のねディズニーランド行きましたよ。泊まりでね、なかなか楽しかったですけど、でもあんま記憶にないね。やっぱりさ、修学旅行って、やっぱり、先生のさ、指示に従って、まあ、班を組んでね、行くわけでしょ。で、なんかね、行動が規制されてるっていうかね、自分の行きたいとこに自由に行けなかったっていうかね。だからなんか、微妙に覚えてるのは横浜中華街で、なんか、ご飯食べた記憶はあるんだけど、当時はね、そう、本当に班行動ですごく忙しかったから、唯一覚えてるのはその横浜中華街のくるくる回るでしょ、なんか中華料理のさ、わかる、自分の取りたい分だけバイキングみたいになっててさ、こうくるくる回すじゃん。それを高速回転するやつがいてさ、一つも俺の欲しいのは取れないっていうね、なんかそういう中学生ならではのいたずらっていうかね、悪ガキが多かったんでうちの学校はね、そういうなんか変な思い出がありますけど、もうなんかねその時は本当に横浜の夜景なんていうのもね見る、ゆっくり見るあれ余裕がなかったというかね、いろんなもう次々と、まあ、プランがあるわけだからね、修学旅行とね。で俺なんていうかな、いくつだかな、まあ20代、まあ、このね上京する前の年くらいかな、初めてね横浜中華街、中華街じゃない、夜景を見たんだけどね、すごく感動的でね、心奪われたというかね、なんかすごく素敵な、こんな素晴らしい夜景があるのかということでね、すごくなんか都会に対する憧れがすごく強くなったかなというかね、まあちょくちょく横浜には行きますけどもですね、まあ連休中は横浜にもちょくちょくね、歌いに行こうかなと。
なぜかね、下手なね、なんだろう、池袋とかね、なんだろう、川越とかで歌うよりはね、横浜とかね、渋谷とかで歌った方がね、なんか反応がいいわけよ。あ、なんでなんだろうね。なんかちょっと目立つのかね、俺ってね。なんかよくわかんないけど、まあ、よそ者を拒まないっていうのかな。まあ、渋谷はどうかわかんないけど、横浜の人っていうのは、なんか、地元愛がすごく強いわけね。だから、よそから来たものを、なんかその、邪険にしないというかね、そういう、なんか、あったかいところは意外とあるんだな、ああいう都会なのにな。で、あんまり悪く言いたくないけど、所沢とかね、川越はまあ、まだ、うん、川越、うん、結構オープンだと思うんだけど、所沢とかね、まあ、西武線しか走ってないとこね。まあ、あんまり言うと怒られちゃうから言わないけど、まあ、所沢なんかはすごく冷たいんだよね。だから、その自分の敷地になんか新しいものが来るとなんかちょっと冷たいんだよね。俺、路上ライブなんかやってて思うんだけど、ほんと所沢は、反応が悪いです。はい、でその他はまあそこそこ、まあ、川越なんかもなかなかこう、好意的な感じでね。あとどこだろう、そうね、やっぱりなんだろう、西武線だけしか通ってないとか、そういうとこってのはちょっとね、閉鎖的なのかな。人の出入りがあんま少ないというかね。だから変な縄張り意識ができちゃうというかね。うん、だからそうだね、大宮なんかも結構反応いいんだよね。だからできるだけいろんな人がね、出入りするといろんな情報も飛び交うしね、いろんな種類の人もいるし、いろんなリアクションもあるしですね、うん、楽しいと思うんだよね。だからもうちょっとね、盛り上げたいね、ああいう所沢とか静かなとこもね。なんか、昔はね、航空公園なんていうとこでさ、アルフィーなんかはさ、ライブやってたりしたんだよね。航空公園で最近ライブやるってあんまないよね。でもね、メジャーな人が来るってのはね、ああいうとこでもまたちょっとやってみてもいいのかな。航空公園でライブやるってどんな感じなんだろうね。駅、なんかスペースあったっけ、よくわかんないけど。まあ、とにかく、82年頃ね、俺が生まれたか生まれてないかくらいの時に、アルフィーが来てやったんだって。アルフィーって3人組いるんだけど、まあ、アルフィーなんかすごいでしょ、もう、何年だ ?41 年目か、今年で。すごいね、あんだけ長持ちして。で、CD 出したりとかさ、あんまりそういうの聞かないんだけど、意外とツアー回ってるらしいんだよ、あの年で。年、100何本とかやってるらしいから、すごいよね、やっぱり。だから、ああいう、まあ、アルフィーとかね、まあ、昔はハウンドドッグなんてもいたんだけど、彼らは本当地元とか、その地方ね、地方をすごく大事にしたバンドたちなのね。だから今でもすごく愛されているとかね。だからそういうね、どんな、行ってないところはないくらいの割合でね、すごくね、そういう村だろうがなんだろうね、そういう小さいところでも、どこでも行ったらしいんだって、彼らは。売れてからもね。そういうね、姿勢が素晴らしいなと思うんだね。俺もね、やっぱりね、もし需要があるんだったらね、あるんだったらか、まあ、あるように頑張らないといけないんだけど、どんなね、小さな村でもね、本当に、お呼びがかかれば行きたいななんて思うんだけどね。ということでね、ゴールデンウィークもね、結構僕は時間がありますので、皆さん僕の街、私の街に来てくださいという、もし投稿があれば、行きますんで、ツイッター、フェイスブック、等のダイレクトメールでもいいし、俺の事務所の沖田プロモーションの、URL が、YouTube にね、載ってますんで、そこに、メールアドレスとか連絡先も書いてありますんで、もし、来てほしいなんて方はそちらからアクセスしていただいてもよろしいですし、この YouTube に投稿していただいても、うちのバッジに来てほしいとかね、投稿していただいてもよろしいですし、ぜひ皆様の一票一票、清き一票をお願いします。沖田博美です。沖田博美でございまして、最近選挙がうるさいですけども大丈夫でしょうか。ね、俺も出馬しようかななんて考えたんだけどね、俺が、なんだろう、出馬したら大変なことになっちゃうね。歌ってばっかりでもうやかましいってのはね、もうひどいもんだよ、本当に。変な歌ばっかり歌っちゃってさ、もう、泣く子も黙る子守歌みたいな感じでね、もう本当に下ネタ満載でお送りしますみたいな感じで、もう最後頭痛くてさ、なんかもう本当いろんなこと考えすぎてさ、もうちょっとゆっくり休もうと思ってさ、もう土日今日、今週休みやったからゆっくり休んだんだけど、帰って頭痛いな、本当に。やっぱ仕事してた方がいい、俺は。うん。なんか、
じっとしてると食っちゃね食っちゃねして太るしさ、なんかあんまりね動かないとダメね、男はやっぱり働かないとね、ダメダメ、ということで、まあ昨日今日とね、まあ営業行きますけども、昨日も行きましたけどもね、狭山ヶ丘の、日本一という居酒屋、皆さんどうぞ、みんなでお越しください。日本一です。本当に日本一、居酒屋日本一は日本一だぞということで、ママに宣伝 してくれよなって言われて、いっぱい宣伝します。居酒屋日本一、狭山ヶ丘にあります。ちょくちょく私も出入りしておりますんで、もしまた今度歌うときは、なんかツイッターとかいろんなことで言っちゃうぞ。だからみんな集まってこいよな。でも集まってくるだけじゃダメ。みんな投げ銭してね。俺これで生活してるから、本当に、基本、投げ銭は1000円からにしてね。いや、100円とかだとさ、後で集計するの大変だからさ。めんどくせえんだよね。あれ、100円でさ、よこされるとさ、一応集計して今日の売り上げいくらって数えるんだけどさ、1000冊なんかは楽なんだけどね、1枚1枚。ただできればね、1万円札がいいかなーなんて欲張っちゃったりして、たまーにあるんですよ、でも。たまーにね。すごかったのは3万円とかあったけどね。でもそんなにね、欲張るとね、ダメですよ、やっぱり。1000円でもいい。1日売り上げが1000円でもいい。2000円でもいい。それをコツ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 回数重ねてやる。それしかない。で、俺昨日ね、頑張ってね、1日分くらい稼いだんだけど、今日それ吹っ飛びました。なぜ吹っ飛んだかというと、自転車の後輪を交換したからです。とんでもねえな。そんなかかんのかと思ったけど、しょうがねえわな。まあ、たとえそれが、相場よりも高いとしてもだな。俺は、その自転車屋さんを見て思った。ああ、この人らこれで生活してるのかと思ってね。もし、それが、さっきも言ったように相場より高くても、まあ、チップだと思って取っとけくらいの感じで、俺は、温かい目で見守った。だってタイヤ代とかさ、なんだっけ、チューブ代とか考えたらさ、それさっぴいても、このくらいしか残んないじゃんって計算で考えたら、これカツカツだな、大変だな、商売って大変だなって思っちゃったりしたの。で、たまたまね、俺の後にさ、おばちゃんがまた来てさ、パンク修理したからさ、今日は結構な売り上げだったと思うよ。で、そういうの考えるとさ、みんなさ、一生懸命汗流してさ、利益を上げようとも頑張ってるわけ。だから俺も頑張らなきゃなと思ったね。やっぱり、1000円、2000円でも、売り上げ、利益は利益だからね。まあ、中には、1ヶ月300万って稼いでるおっちゃんもいたけどね。手取りでね、300万ももらってて、100万は、小遣いで200万は家とか貯金とかって言ってたけどね。まあ夢のまた夢ですよ。そんなもう疲れちゃって。もう、だからもうそういうとこ目指したいけどね。まあどこで当たるかわかんないけど、チャンスをものにして、どんどん、商売繁盛を狙っていきたいな、と思います。今はね、何千円の世界だけど一日ね、しょうがない。石にも段々があると言いますけども、ちょっとずつ積み上げてって、いろんな人脈を、作って、どんどん、売れるものは売ってみたいな感じで、起きたプロモーションを、どんどん大きくしていきたいなと思います。まだ個人事業主の端くれでございますから、けども、まあ自転車と同じだよね。自転車も個人事業主やな。似たようなもんだけど、今年はちゃんと申告しないとね、もう本当脱税になっちゃうからね。申告するほどの稼ぎがないって言っちゃそれまでなんだけど、頑張るよ。さあ、ということで今日は、一部、発表しましたけども、新曲を歌いたいと思います。じゃあ一旦ちょっと、準備します。まずね、この新曲のタイトルは、ビーンズブルースという、ビーンズ、豆ね。豆のブルースということで、ビーンズブルース。これなんでこういうタイトルかというと、なぜか頭をよぎった原田真二さんの、ティーンズブルースっていう曲が昔あったのね。昔。もう俺は生まれる前ね。で、それあったんだけど、ティーンズブルース。なんか響き、ちょっと耳に残るなってことで、これパクっちゃえってことで、まず浮かんだのが豆。なんかしないけど豆って浮かんだんだよ。音楽を、歌を作る人にありがちじゃない？こう、なんか変なワードが浮かぶんだよ。そっからどんどん広げてって曲ができちゃうとね。なんか豆って浮かんだから、いや、これの前作が麦の武器だったでしょ？で、豆でしょ？まあ豆、そうなの。男の人が好きな男たちに愛される豆。そのブルースということで作りました。意味わかるかな？
もう男の人が一生好きな豆ですよ。わかりますか？うん。女の人にはわからない。まあ女の人も好きなんだろうな、もちろんな。うん。ある意味な。うん。いや、女の人の方が好きなんじゃねえかなっていう。ごめんね。小さいお子様に聞かせないでね。ってことで、ビーンズブルースちょっと歌ってみよう。ちょっと今日初めて歌うから、間違えたらごめんね。間違えたらっていうか、まあ、間違いもクソもないんだけど、まだ今日初めてだから、ちょっとやってみるね。ワン、ツー、スリー、フォー。ジャグルまっすぐりラテンの構図へ腰を振る女神か娼婦かスキャンダラスいけない余韻に浸るジャージーなムードに煙るピンクなシャドウに縁取られ立ち上がれ今こそロケットボーイあの子抱えて空へと今ならそうポップコーンをかじり映画みたいな恋になりそうなベイシティブルー豆豆豆豆この胸の熱いものを残り残さずぶちまげたい豆豆豆豆この熱い胸の残り残らずぶちあげたいプラトニックな砂嵐包み方ず話そうよワイドな画面を叩くお前のちぶさに組み立て体中が欲しがってるアンテナの感度最高うつろな瞳のキャディーポップそのままベッドへインザムー今ならそうアイスクリームほおばりありそうないけない指でベイシティロマンス豆豆豆豆シュールな夜もミスキャストもカンパリの海に捨ててしまえ豆豆豆豆できるならこのままずっと震える指でいじり倒したい豆豆豆豆スポットライトはいつも君に捨ててしまおう勢い任せて豆豆豆豆この胸の熱いものを残り残さずぶちまげたいというわけで聞いていただきましたビーンズブルース。ちょっとね、今日初めて歌ったということでちょっとたどしい感じになってしまいましたけども、つまりね、どう撮るかは皆さんの自由でございます。とにかくまあこれは男性に向けるメッセージ、麦の部位と同じでございます。男よ頑張れ、豆を求めて頑張れ、そう男を磨け、そして素晴らしい豆を手に入れろ、そういうことです。豆はドリームでございます、夢でございます、男の夢でございます。だから、男磨け頑張れというメッセージでございます。どうだ、うまいことしまったろ。さあもううまいことしまったところでもう一曲歌ってさよならしようね、せっかく、あれなんで、そうだね、じゃあ本当にね、毎週ね聞いていただいてる皆さんありがとうございます。
どんどん拡散してください、皆さん。お友達に、いや、恋人、兄弟、おじいちゃん、おばあちゃん、お姉ちゃん、お兄ちゃん、いろんな人に、沖田ひとみのラブラブラジオってあるよって、拡散してね。頑張るから、再生回数どんどん伸ばそうよ。ね。そういうところにも力入れなきゃね。なんかプライベートトークみたいに気楽にやってますけども、やっぱちょっともうちょっとね、実績を上げたいなと思ってますんで、頑張っていこうね。じゃあ、どうしようかな。久々に突風でも歌っちゃおうか。突風ね。いわゆる10代、20代、30代、の頃書いた詩を繋げたっていうね、こうメッセージ性の強い、もうものすごい悲しい歌なんだけどね、悲しい歌なんだけど、こう勢い、でも悲しい、いろんなことあったんだけど、頑張るよみたいな、突風のごとく進んでいくよっていう歌ね、これを聞いて、今日はお別れします。これいい曲だから、みんな覚えてね、ライブの時の、サビのとこ一緒に歌ってね、なんてことで、今週も頑張りました。来週も、みんな元気に頑張ろう。沖田ひろみでした。じゃあまた来週、バイバイ。話し飼いにされたピュアなハートが音を立てて崩れてくさ迷いの中、ああ心の刃を研ぎ澄まし、今夜も見えない壁に噛みつき傷を作る。 Oh baby、踏んだり蹴ったりの毎日に俺たちは真っ黒な罪を吐く。俺たちは寝ても覚めても叫び足りない。地底に漕いるような歌は歌いたくない。ストーリー、今ここからストーリー、熱い魂を照りつける。太陽を呼び起こすストーリー。俺たちは未来といういくつもの履歴書をただ描き続ける、ばらまき続ける。ああ日の当たる場所にも影があるだろう。長い旅だ標識も地図もない。 Oh baby、 希望も絶望もいつも隣り合わせのカードゲーム、さあ引くのはお前だ。俺たちは寝ても覚めても走り足りない。時代に媚びるような歌は歌いたくない。メロディー、溢れ出すメロディー、振り向くな昨日を悔やむな。太陽を呼び起こすメロディー。生まれてからずっと孤独のランナー、ため息も涙も飲み込んで、君だけはずっと話したくはなかった。土砂降り雨の中振り返ることはない。ストーリー、今ここからストーリー、熱い魂を照りつける。太陽を呼び起こすストーリー、太陽を呼び起こすストーリー。
呼び起こすストーリー。